沢だ。よっしゃよっしゃ、感じが似てるからね。ちょっとね、嫁さんも、もっと言えば奥様もちょっと、これ兄弟でしょって言われる。そう、私はよく言われる。説明するのめんどくせえからもう兄弟みたいな。そう。はい、どうも。楽しい美味しいご飯の時間ですよ。ご飯だけじゃないんですよ、今日はご飯だけじゃないんです。ですね、ナスのちょっとカメラ逆にしましょうか。一回清流の里さんです。清流の里さんでは釣り堀で釣りができるだけじゃなくて、うどんとかそばとか焼き魚、とっても美味しいのがたくさんいただけるそうなんで、ちょっと体験しつつご飯食べつつで行ってみたいと思います。行ってみます。来ましたよ。一番人気の栃木しゃもつけそばです。これはそばはそば粉を引くところから清流の里さんここでやられてるそうです。よく噛んでる。このそばはのど越しって言うけど、本来やっぱりよく噛んでるそば自体の香りをね、美味しい。なんていうそばの品種なんでしたっけ。信濃いちご。信濃いちご自家製だ。そばだけでも美味しい。この汁がうちにしゃもから出汁を取った。うん、この汁の香りもいいっすね。うん、栃木しゃもと普通の鶏と違って歯応えもやっぱあるし、お肉自体もね、歯応えもあるし、あー美味しい。出汁がすごい最高だな。確かに違う。これは栃木県の県のブランド地鶏。ああ、そうなんですか。名古屋コーチンとか。のう。栃木県の地鶏。この汁の濃さもちょうどいいな。シャモのお肉も結構たくさん入ってます。こんなに入ってんだってぐらい入ってました。うん、残さずね、もったいないから。まあまあ、カレーうどんできますね。これ、どんどん食べちゃったら、あっという間になくなっちゃう。意外にそばは、スルスルっと。そうですね。でもこれ 180g あるから、他のそば屋さんよりは量もあると思う。180って言ったら、ラーメンでもちょっと多いぐらいですね。うん、そばはね、汁のあれだし、結構するするっと。
手島さん10皿ぐらいいけるんじゃないですかね、これ。まあ、これだけで攻めようと思えば、ただ本当に美味しいと思って食べられるところって多分3ぐらいまでなんですよあとは意地で、そう、そうなったらもったいないです。で、僕が想像してた以上にこのシャモの肉すごい多く入ってます。ありがたいことです。うん、あとこのそば湯もの入れて最後に、おそば湯もうちそば湯用にそば湯作ってみた。え、そうなんですか。そう、そば湯ってゆで汁でしょ、うん、ゆで汁だとね、シャバシャバでね、うちね、びっくりするぐらい、まずちょっとこう振ってまるでポタージュのような。ちょっと一回中、これ作ってる。違うな、色からして。怖いよ。違うな、すごいな。ちょっと、あ、これ聞かなかったら僕汁全部飲んじゃってますおいしい。もう一つのおすすめ、カレーうどん来ました。これもめちゃめちゃ美味しそうよ、これ。何や、おい、おい、何や、やばいっす、やばいっす。清流の笹さん、やばいっす。正直、ただの釣り堀だと思ってた。あの綺麗な水があって、滝がなってて、流れてて、そこで釣って、それを、これ美味しい、それを焼いて食べるぐらいかなと思ったんです。そばも美味しいし、カレーうどんも美味しいよ、これ。もうもはや何屋さんか分からないです。ご飯屋さんに釣り堀がくっついてるのか、釣り堀にご飯屋さんがくっついてるのか分かんないです。すみません、ナスビレッジのお会いしませんでした。この間の教会の総会、すみません、ありがとうございました。私も教会の方理事なんです。理事、あ、どうも、いつも、うん、昨日お昼一緒でした。お父さん、あ、あれ、昨日、あれ、ロータリー、はいはいはい、すみません、お世話になってます。今日だよ、ありがとうございます。盛り上げていただきます。木島さん使う、はい、はい、大丈夫です。エプロン大丈夫です。大丈夫、ついた方がずっとカレーの香りがして歩けるんでなんだよ、それ大丈夫。これうちの親父なの、あ、これでも YouTuber の、あ、はい、あります。ちょっとうちの親父のほんとみんな兄弟会でお世話になっちゃったんで。はい、いえいえ、こちらこそありがとうございます。じゃあ、みんなよろしく。またぜひお願いします。ありがとうございます。これ、ちょっとかけてみよう。ちょっと唐辛子かけても美味しいです。最高ですよ、釣りして。釣りだけでも楽しいし。
焼き魚も美味しかったな、うん、やっぱ家族とか団体で来るべきですね。いろいろ頼んでシェアできるから、その方が。贅沢な時間。また今日は天気もいいし、いいんだけど涼しいからちょうどいいっす。よいしょ。どうでしょうか。最高です。カレーうどん。ネギも豚肉もたっぷり入ってて、シンプルにもう具はネギと肉のみ。こ、うん、スパイスも自分で作ってるんですか。なんでもちょっと作りすぎじゃないですか。危なくなっちゃうんですか。意外にこのカレーうどんのパンはすごく多くて、うん、一回食べると癖になると、うん、量的にも満足のいく量ですね、うん、だからもうカレーうどんハマってる人はカレーうどんしか食べない。なるほど。ちょっともったいない気がしますけどね。お蕎麦も美味しかったから、まあ、意外にあとはグループなんかで来るともう何回も来てくる人なんかは、例えば蕎麦をまあ4人で、4人だったら4人頼んで、うん、カレーうどんを1個頼んでみんなでシェアっていう方も、まあね、たくさん、うん、それが一番おすすめです、シェア作戦。これもちょっと辛くて美味しいですね、うん、まあ、これは製品なんですけどね、でも意外とこれも人気あってブランベールさんで、あれ、プールが無料の日がなんか、ま、毎月12日です。12日、うん、あ、ちょっといやー、めちゃめちゃ美味しかった、楽しかった。釣り堀にご飯屋さんがついてるのか、ご飯屋さんに釣り堀がついてるのか、さっぱりわからないぐらい両方素晴らしい。那須の清流の里さん、あ、釣り楽しかった。イワナとニジマス、焼き魚も美味しかった。シャモつけ、栃木シャモつけそば美味しかった。最後のカレーうどんも美味しかった。清流の里さん、清流の里さん、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。今日はございます、今日は本当にありがとうございました。こちらこそ、釣り楽しかったし、料理も全部めちゃめちゃ美味しかったです。イワナ釣れたし、上手上手、最高の思い出になりました。子供たち喜ぶでしょうね、本当に。もうこれからね、夏休みになるから間違いないですね。僕もまた遊びに来ますんで、ぜひよろしくお願いします。声かけてください。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。します。